その歴史を持ってるのは比婆牛だけなんですね。本当に地方はあの食の宝、里山風景の中にその美味しさが全部あって、田舎の方が実はいろんなものがいっぱいあるっていう。今まで庄原来たことなかったので、すごいリアルなものとして、感じられたっていう。やっぱこの景色ですね、里山の景観がすごい印象的でした。今回のツアーは比婆牛っていう、まあ、和牛のルーツで、僕が全然こう知らない世界だったので、まあ、そこがまずすごく印象的だった。黒毛和牛は、全国にいろんなブランドがあって、でもこのその歴史を持っているのは比婆牛だけなんですね。模倣できないものなので、そういったものをもっと大事にして丁寧に発信していくと、すごい広まっていくんじゃないかなという印象を受けました。今回参加して、なんか食べて、しかもその厳選の作り手に会って、あの行く中で、あ、すごい面白い地域だな、あと人が面白いなと思いました。比婆牛は食べてみてすごく美味しかったし、作る人、食べる人だけじゃなくて、それを伝える人とか、あのいろんな人が一体となって試行錯誤しているのがすごく、いろいろまあ課題っていうかあるかなと思ったんですけど、すごく可能性を秘めてるあのものだなと思いました。こんなに豊かで、なんだろう、なんかこんな言い方したらあれですけど、何にもないのにものすごい土地だなと。実際この見える景色と、あの繁殖農家の方とのそのイメージのギャップ、もうとても実直で、この美しい里山風景の中にその美味しさが全部あって、庄原の人にとっても比婆牛はプライドっていうか誇りだと思うので、そうね、ステーキとすき焼きだけじゃない、もっと価値を見出して食べる食べ方だったりっていうのがなんかできたらいいなと。子供時代から本質的にというか本能的に地元は好きなんですけど、で、まあ、大東京も行かせてもらって、そうする中で逆に何もないのは都会で、この田舎の方が実はいろんなものがいっぱいあるっていう、比婆牛っていうものがいろんなところで食べれる、広島の街の中であったり、それこそ東京の本当銀座の方で比婆牛っていうものが出るようなものがいいのかなと思っていまして、まあ、なんか可能性ってものがすごいいっぱいあるなと思ってます。うん。